の簡単カタカタナ英会話です今日はアメリカン・フ、え、ォーセス・ネットワーク在日の中流軍のためのインターネットラジオについてやってみたいと思います。これはラジコとかそういうものを使わないでインターネットの環境があればどこでも聞けます。えー 今あの大変親切で日本語,日本語で、えーまあ、説明を読んだりとかすることができますので、えー、皆さん英会話のお上達の方法で、うん、ちょっと役立ててみてください。えー、皆さんご存知でしょうか、えー、以前から、えー、英語のお勉強の仕方で、えー、早く上達する方法を が3つありますこれよく大学とかで言われるんですけれども、えー、1つ目「The Japan Times」を読む2つ目「日記」を英語で書く3つ目この「American Forces Network」以前は「Far East Network」FEN というふうに言われていましたが途中から解明しました今は「American Forces Network」これを毎日する。 毎日は大変なんですけれどもそうするとまあ,はあ上達するというのは本当にずいぶん前から言われています、えー、afn このまずは聞き方どうやったらいいのかを今回紹介いたしますそれでは始めましょうまずは、えー、スマホでも聞けますのでタブレットでも聞けます私はタブレットで聞いています、えー まずは、えーまあ、パソコンでも AFN で、えー、検索してみてください。そうするとインターネット・ラディオ・アメリカン・フォースト・ネットワーク・パシフィックというのが出てきます。で、えー、そのところに上のところにですねあの英語・日本語というふうな、えー、表示があります。 ここの日本語をクリックすると、えー、日本語で、えー、英文が日本語に変換されます。えー、この方が落ち着くと思います。えー、今度は、えー、下の方に行きますと、えー 今これ英語でちょっと表示されてるんですけど Japan Korea っていうふうに書いてありますよね。この Japan の中の下の2つ目の右下が東京ってなってます。皆さんこれ全部5つあの聞けますで。5つそれぞれ音楽が違ったりとかいろいろしますので、まあ、そして東京は時々聞こえなくなったりするのでそういう時は他の三沢とか岩国とかを 沖縄ととかを選ぶこここができますここ、まあ、東京をクリックしてくださいそうするとまた英語日本語というふうにまあこれ私が英語で見てるかも,かもしれませんがありますので、まあ、日本語なら日本語っていうふうにしてあとはクリックするだけですえそうすると、えー、音楽が聞こえたりあのもう話が聞こえます あなたは聞いています、まあ。この三角印をクリックすれば止まります。えーまあえー、Google とかを、えーうん、閉めてもこの画像が残る場合がありますがこれはバッテン印を、えー、クリックすれば消えます。いかがでしたでしょうか、えー、AFN、えー 毎日5分でも10分でも聞いて音楽じゃないところを聞いてみてください。時報や、えーまあ、お天気円、えー、のレートまあ様々ですけれども、えー、キャンペーンとかあとはニュースですね ABC ネットワークがあー聞けます。えー、やっぱり、あのー、キャスターの英語はとても綺麗ですのでそういうのも聞いてみてください。 こ,これは耳鳴らしです。単語が一つでも二つでもキャッチできたらすごいと思います。それを毎日続けてたら本当に耳が慣れるのでとても参考になると思いますし英会話の上達にも役立つと思いますのでぜひ活用してみてください。ではまたこの、えー、AFN の聞き方また次回ありますのでよろしくお願いします。えー グッジョブ、いいねとかあの登録をぜひよろしくお願いします。ではまた、See you! Bye!